葛飾北斎静岡茶は静岡県で生産されているお茶及びそのブランド名である。牧野原大地とその周辺地域が最大の生産地であり、生産量は日本国内第1位であるが年々第2位の鹿児島茶との差が縮まっている。産出額においては2019年に鹿児島茶に抜かれ、 1970年から49年間続いた、周囲の座から陥落した、宇治茶、や山茶と並んで、日本三大茶とされる。鎌倉時代、縁にが仏教修行のため渡った僧から、茶樹の種を持ち帰り、駿河国足窪に植えたことが、静岡茶の始まりと伝えられる。南北朝時代の中原家文書、四種記は、常時元年に、三名軍阿蘇場省の芝十二市、 おか付近の茶が中原家に送られたと記す。江戸時代に入ると、慶長年間より御用茶を駿河の足、久保や大河内から江戸の将軍家へ届ける加盟があった。また、東海道沿道では参勤交代の武士をはじめ、多くの旅人が機き会茶の消費や江戸への出荷も増えた。大政奉還の翌慶応4年、徳川義信は家徳を、 田安亀之助改め徳川家里に譲ると、家里は、静岡藩七十万国に違法され、六千人もの、幕臣が駿府に移った。その中の吉信の護衛に当たった精鋭隊隊長の中条金之助、副隊長の大草太都式、次郎、松岡万良約三百名が、明治二年、藩籍奉還を受けて、昨日を決意、牧野原大地で左縁の開墾に乗り出した。 明治3年には、将棋隊の残党数名も合流した。また、大井川の川越人足も、明治3年の都選挙下によって職を失い、関係者の尽力によって100名ほどの者が、牧野原への入職を許された。その後農民らによる、牧野原はじめ静岡県各地での斎園の開墾も、増えていった。牧野原大地は、水の瓶が悪いため、稲作農民から放置されており、 開墾は大正時代初めにかけて続いた。ただし、水田ほど水を必要としない菜園も水の確保には、苦労し、灌漑などの環境整備、品種改良や栽培、茶葉加工方法の工夫による品質向上の取り組みは太平洋戦争後まで続いた。近年は山の斜面や肥沃な大地で多く栽培されているため、常用の大型的採機の導入などが難しく、 後継ぎ不足や高齢化が進む生産者にとって負担が大きいこと、急須で入れるリーフ茶需要の低迷で品質を売り物にしている静岡茶のニーズに合致しなくなったことを理由に年々生産量及び茶栽培面積の減少が続いている。社団法人静岡県茶業会議所と社団法人日本茶業中央会により以下の厳格な表示基準が規定されている。 基準を満たさないものは静岡茶と表示することができない。静岡茶として販売される以外に一部ではさらに産地を限定した地域ブランドが存在する。静岡県は2016年12月21日の県議会定例会で小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例を可決した。この他静岡市や藤枝市には 静岡茶の地産地消を推進するための条例が制定されている。島田市、掛川市、菊川市などの小中学校では静岡茶を学校給食に採用している。ありがとうございます。